2024年、令和6年、12月15日、19時、世界平和を祈って、全国の皆様と一緒に、大魔神激文を行います。大魔神我は無敵だ大魔神荒くる海を押し渡れ前に押し出せ進め狙いへたどらず炸裂せおたけめあげて突き進め取って取って取りまくれ勝ってみせます日本一以上ありがとうございました。引き続き、楽しい丸勘、激文旗祭り、115、出陣式をお楽しみください。私が遊ぶと地球が喜ぶ。私が楽しいと地球が癒される。私たちはこの地球に遊びに来た。私たちは幸せになるために生まれてきた。幸せは権利じゃない。義務なんだ。私たちは発光の戦士ワクワク地球防衛軍またの名を龍神隊楽しい丸勘激文旗祭り115出陣式2024年12月15日全国の仲間と一緒に一人三人大魔神激文を送らせていただきます。斉藤一人出陣のテーマいざ八大竜王最高一人大魔神激文我は無敵だ大魔神
んやりみっちゃん先生隊出陣出陣3番やり千葉隊出陣斉藤一人出陣のテーマいざ
ー隊長サトミグッドシーン芝村大隊長高藤秀俊ああ芝村大隊長伊崎呼子ああ芝村大隊長谷山哲郎ああ花江大隊長加藤拓也先生大隊長キティみっちゃん先生大隊長小原カツオみっちゃん先生大隊長村本ロリアスマユミ大隊長ゲンガマユミ芝村大隊長前田ひでこ芝村大隊長西山まなぶ芝村大隊長川原まさのり芝村大隊長林ふみよさよこ
き投げて肉まとめ攻めて攻めて攻め抜いてまた見せます日本一以上
キーオー払えたい隊長塚越かずみーオー払えたい隊長天下は一騎おーオー払えたい隊長石塚良一隊長藤原ともこ千葉隊隊長中島うららおー花江隊隊長林こうへいおーみっちゃん先生隊隊長菅原ゆかり先生大隊長小野寺小一おーみっちゃん先生大隊長宮城里奈おーみっちゃん先生大隊長さちこおーみっちゃん先生大隊長熊谷翔隊長石田浩二
隊長宇都宮俊介。ファイトーセー激分我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで自死抜き受けて抜刀隊ヤマト魂貫いてAh!
みっちゃん先生隊隊長市川和樹、おー花江隊隊長武田美幸、おー花江隊隊長石丸幸雄、おー真由美隊隊長マスター智子、おー真由美隊隊長星山エリコ、おーみっちゃん先生隊隊長にーリコ、おーみっちゃん先生隊隊長中村みゆき、おー青隊隊長徳田サトル、青隊隊長山崎達夫、おー青隊隊長塩添貞弘、おー一貫先生隊隊長国田光子、おー一貫先生隊隊長永井佳君、先生隊隊長吉村ゆき、おー先生隊隊長伊藤のりこ、おー先生隊隊長ふるさと和夫、おー島村隊隊長稲田春日さん、隊長豊島直樹、千葉村隊隊長石田正光、みっちゃん先生隊隊長小林優也、おーよいしょだー元気分、
ピーカー、おーみっちゃん先生隊隊長ジダさゆり、おーみっちゃん先生隊隊長高橋ルミー、おーみっちゃん先生隊隊長足立ひろし、おーみっちゃん先生隊隊長親川レイコー、おーみっちゃん先生隊隊長親川ミレア、隊長ヒロノユウコ、芝隊隊長ナチャーナガウタム、宇野隊隊長カヤノタカミツ、芝隊隊長加藤チエ、斎藤一人出陣のテーマ、いざ。お待たせしました、ナム八幡大菩薩に守られて龍騎の入場です。一層の拍手をもってお迎えください。この旗の行くところ、龍神隊は
ことはありません。ナム八番代表ハノイ隊長氏横沢自家子
様と全国龍神隊の皆様にいい波動が入りました。おめでとうございます。せーの、バンザイバンザイバンザイ、よっしゃ
人隊劇分、我々無敵の竜人隊は親方様の目の前血刀下げて切り込めば骨は砕けて肉は飛び、せめてせめて攻め抜いてなってみせます、日本一。以上ボーラパッとー
ねえ、はい、ゆうちゃん、ゆうちゃん、無敵の大魔神、荒れ狂る海を押し渡り、前に押し出す大筒も狙いたがわず炸裂し、雄たけび上げて突き進み、
取って取って取りまくり立って見せます日本一以上2024年12月15日各隊代表八大竜王激文大賞八人衆式典大成功おめでとうございまーすせーのバンザーイバンザーイバンザーイうちうち最高の式典ありがとうございました感謝しまーすはいということで興奮冷めやらぬまま、各隊代表の皆様に、お一人ずつ順番に、今のお気持ち、一言もしくは、一分ずつ、ご感想を伺っていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。まず、はじめに、神風隊劇文を務めてくださいました、みっちゃん先生隊代表、水野優隊長ありがとうございました。鳥さんをはじめこのようなご縁をいただきまして本当に感謝しております。このような舞台での大役を任せていただきまして本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当に幸せです。感謝してます。感謝してます。ありがとうございました。感謝してます。そして稲見仁樹上司のりこ上司をはじめ稲見仁樹先生の激文応援、オールスターズの皆様、大応援の皆様もありがとうございました。感謝してまーす。はい、ありがとうございます。はい、続きまして。はい。続きまして。竜
人対劇文を務めてくださいました柴村隊代表川原真由美隊長感謝してまーす。ありがとうございます。この今この現世でひとりさん、そしてひとりさんのカミリーさんに出会えて本当に幸せで絶好調です。ありがとうございます。まゆみ隊長、ありがとうございました。感謝してまーす。そして、伊藤富子上司をはじめ、桜サロン激文オールスターズ大援軍の皆様も、ありがとうございました。感謝してまーす。はい、ありがとうございます。はい、続きまして。はい。騎馬隊激文を務めてくださいました。千葉隊代表、田中健太郎上司。お願いします。ひとりさん、千葉純一社長、この大役をいただき、本当にありがとうございます。全国の龍神隊の皆さんと、これからも一歩一歩、人助けの旅に歩いていきます。以上です。感謝してます。感謝してます。健太郎上司、ありがとうございました。そして、マルカンのお店。河原町店、激文オールスターズ大援軍の皆様もありがとうございました。感謝してまーす。続きまして、はい、はやぶさ隊激文を務めてくださいました真由美隊代表松岡静香隊長。感謝してます。本日、劇文八人衆に出させていただいてありがとうございました。ひとりさん、社長たちの教えをですね、実践して、毎日、本当に毎日どんどん幸せな日々を送らせていただいてます。ありがとうございます。感謝いたします。感謝してます。静香隊長、ありがとうございました。感謝してます。そして、三子田公子上司をはじめ、オアシスヘブン、大応援劇文オールスターズの皆様も、ありがとうございました。感謝してまーす。ありがとうございます。はい、続きまして、抜刀隊劇文を務めてくださいました花江隊代表榊理恵隊長。ありがとうございます。ひとりさん、花江社長、そしてうち店長、オフィスの皆様、そして輪廻先生、でアフロの皆さん、本当にありがとうございました。こんな大役をいただき、嬉しく思います。そしてこの場を借りまして、ひとりさん、スリムドカンなど、いろいろなサプリを飲んでるんですが、本当に健康になりました。本当にありがとうございます。感謝してます。これからも豊かで幸せな人生を歩いてきます。そして周りの人を照らすような人になっていきます。ありがとうございました。ありがとうございました。リー隊長、ありがとうございました。感謝してまーす。はい、そして輪廻上司をはじめロージーアフロディーテ激文オールスターズ大援軍大応援の皆様もありがとうございました。感謝してまーす。はい、ありがとうございます。続きまして、金剛隊劇文を務めてくださいました足川隊代表矢島かな子隊長。はい、皆様、そしてひとりさん、みゆきさん、この度はこのような貴重な機会をいただき本当にありがとうございました。ひとりさんのご本に初めて出会ったのは2008年のニューヨークでのことでした。当時ニューヨークに住んでいた私はなかなか人生が大変でどうしたものかなと考えていたところ、ひとりさんのご著書に出会い、あ、こういうことかというふうな気づきをいただき、そして今に至ります。 It's been my honor representing 金剛隊。 Thank you very very much. I'll be the change you wish to see in the world. Thank you.はるく隊長、ありがとうございました。素晴らしいご感想でした。ありがとうございました。
そして、みゆき上司を、森みゆき上司をはじめ、石川頂点激文オールスターズ大援軍の皆様もありがとうございました。感謝してまーす。はい、ありがとうございます。続きまして、アラームシャー隊激文を務めてくださいました、花江隊代表、望月貴子隊長。ひとりさん、うちん店長、花江所長、新根先生、本当にありがとうございます。このような素晴らしい機会を与えてくれて、もう心からお礼を言います。途中、気合が入りすぎて、ちょっとぶっ飛んでしまいましたけど、気合を入れて直して、地道に、一人道を歩んでいきたいと思います。これからもよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい機会と素晴らしいご感想、ありがとうございました。感謝してまーす。リエ隊長と同じく、ロージーアフロディで激文オールスターズ大応援の皆様と共にご出陣おめでとうございました。感謝してまーす。続きまして、大魔神劇文を務めてくださいました、宇野隊代表、高木忠志隊長。感謝します。ひとりさん、信社長、佐藤美也さん、そして丸勘の皆さん、今日は本当にありがとうございました。とてもいい経験ができました。本当に感謝しています。ありがとうございました。ただし隊長、ありがとうございました。感謝してまーす。そして、加藤美和上司をはじめ、セレブマルカン、激文オールスターズ、大援軍、大応援の皆様も、ありがとうございました。感謝してまーす。はい、ありがとうございます。以上の皆様が、2024年12月15日、各隊代表、八大竜王激文大賞八人衆の皆様でございました。それでは、改めまして、2024年12月15日、各隊代表、八大竜王激文大賞八人衆の皆様を、もう一度ご紹介させていただきます。神風隊激文、みっちゃん先生隊代表、水野雄隊長。龍神隊激文、柴村隊代表、川原真由美隊長。騎馬隊激文、千葉隊代表、田中健太郎上司。いただきまーす。いただきまーす。はやぶさ隊激文、真由美隊代表、松岡静香隊長。抜刀隊激文、花江隊代表、榊理恵隊長。金剛隊激文、足川隊代表、矢島かな子隊長。アラミシャ隊激文、花江隊代表、望月貴子隊長。大魔神激文、宇野隊代表、高木忠志隊長。以上の皆様が、2024年12月15日、各隊代表、八大竜王、激文大賞、八人衆の皆様でございました。もう一度、大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。そして、一人
トリさんをはじめ、各社長様方、各隊本部の皆様、全国ひとりさん隊、龍神隊、お仲間の皆様、応援支えてくださった皆様、大応援に駆けつけてくださった皆様、すべての皆様に感謝いたします。ありがとうございます。そして大安神のご信仰、お力添えをくださいました、みっちゃん先生対四辻弓子主任、山本義雄総塾長殿、本当に本当にありがとうございます。感謝してまーす。そして、改めまして、2024年、八大竜王激文大賞八人衆式典、大成功、おめでとうございまーす。ありがとうございます。頑張りまーす。せーの、万歳！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 よっしゃー！うちうち最高の式典、大感動大迫力の気合、ありがとうございました。大成功、おめでとうございまーす。感謝しまーす。ということで、我が愛護の最高の式典、ありがとうございました。
12月生まれの皆さん、誕生日、おめでとうございます。誕生日、祝いの言葉、あなたが生まれてきてくれたことに私たちは感謝します。あなたが辛い時や悲しい時、私たち斉藤ひとり塾の仲間がいることを思い出してください。あなたが楽しい時、共に喜んでくれる仲間がいることを忘れないでください。あなたにどんなことがあっても、あなたには斉藤ひとり塾という帰る場所があることを忘れないでください。あなたが生まれてきてくれたことに心から感謝します。12月生まれの皆さん、誕生日おめでとう。斉藤ひとり、はい、嬉しいです。ありがとうございます。では、皆様と一緒に、だんだん良くなる未来は明るいランド、次元上昇感謝しますの、我が愛護感謝します。7倍で、行きたいと思います。では、皆様、本日の大成功誠におめでとうございまーす。では、行きます。せーの。だんだん良くなる未来は明るいランドからの次元上昇、感謝してます。感謝してます。感謝してまーす。バガン、アイゴーからの感謝してます。ナノバーン、感謝してまーす。本日皆様おめでとうございまーす。感謝してまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝してまーす。ありがとう。感謝してまーす。感謝してまーす。それでは、ごきげんよう。5秒前。4、3、2、1。感謝してまーす。感謝してまーす。愛してまーす。愛してまーす。